朝起きたら合計6キロ痩せてました。というわけでどうもガッチャンネルのカズでござい、違うのよ、ダイエット報告じゃないの。これアップルさん言うてくださいよ。いや実はね、アップルさん新製品発売ですみたいな感じで、もう大々的にやるじゃないですか。こっそり新製品発売しちゃってんの、こっそりよ。もうね、見逃しませんよ。もうすぐポチりました。というわけで本日7月の20日より発売されるマグセーフバッテリーパックでございます。だったっけ。うん、今回のやつ何なのかというと、もうモバイルバッテリーです。ただし高級ですよ。価格なんと1万1800円です。どんだけ大容量のバッテリーみたいななってるかと思うんですけど、でもそういうもんじゃないです。すごくね、薄くて軽いみたい、そういった感じのモバイルバッテリーなんですけど、実はねこれと似たやつということで、ちょっと前に発売されてたのはこちらですね。これもポチってみました。アンカーのパワーコアマグネティック5K みたいなのが書いてあるんだけど、これが 5000mAh 時のマグセーフ対応のバッテリー。これアンカーバージョン。こっちがね、なんと3990円でございます。3倍ぐらい高いこっち、うん、でもそれに見合ったものは必ずどこかしらあると思うし、何よりねブランド力だよね。あ、かっこいいみたいな、アップル好きにはねもうたまらん製品となっておりますとか言いながら、最近 Mac から Windows に変えますみたいな動画も上げちゃってますけど、ケースバイケースよ。アップルがいい時もあるしさ、 Windows がいい時もあるし、いろいろこんなもん、スマホも Android がいい時もあるし、 iOS がいい時もあるしみたいなね、いろんな楽しいんです散財は。よいしょ。とわーおお、箱の大きさの割にちっちゃっもっとゴツゴツしたね、なんか箱に入ってるかと思ったら、来た来た来た。はい、というわけでこちら実機になります。すげえかわいい iPhone バッテリーパークということで、裏面の図を見ると12からパチーンとねくっつくんですよこれ。いやちょっと比較もしてみたいよね、その大きさの比較とか容量ってどんなもんなんだろうみたいなね、ちょっとおさらいしていきましょう。ペリッ、あ、来た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 。いや、いい箱いい箱。はい、こちらでございます。わ、ええやん。はい、というわけで、うわっ、イエス、かわいい。またね、質感もね、いい。なんか、プラスチックの、なんだろう、上位互換みたいなさ、ツルツルしすぎてない、超高品質なゴムが薄くなってる。これ、プラスチックなんだろうな、多分な。すごくいい。で、ここの質感もすごい。これちょっとゴム入ってるね、ここに関しては。ゴムが入ってて、こんな感じになっております。こっちの方もちょっと出してみてもいい？うわ、かっこいいね。よいしょ。はい、こちらがアンカーさんのものになります。比べると、こんな感じですね。一回りちょっとね、アンカーさんの方が幅的なもんに関しては狭くなってるんだけど、厚みに関してはね、アップルさんの方が細いですね。ほんでちょっと容量これ確認してみようと思うんですけども、これ見えっかな、みんな。1460mAh 時って書いてあるんですけど、めちゃめちゃ小さいかと思う。横に 7.2 って書いてあるんで、これあるあるなんですよね。ほんでこっちがね 3.6V 計算になってて、本当の計算がこのワット字で見た方がいいから、こっちだと 11.13 で、こっちも書いてあって 18.5W 時って書いてあるんで、多分ね容量的には6割ぐらいなんじゃねえのかなって。なわりには結構ね似たような大きさ感もあるし、重量で言うと114、132ということで1割ぐらい重たい、だけども3、4割こっちの方が大きいんじゃねえのかなっていう感じでございます。まあここら辺はなんとなく、まあ、予測の通りだと思います。はい、コスパはやっぱアンカーさんの方が良さげ。ただやっぱりこのアップルの魅力としては、まあ、純正っていうのもあるし、やっぱ安心安全安定感っていう点でもアップルさんの方がもちろん優位性はねあるはず。うん、技術全部持ってんだから、知ってんだからさ。まあ、ほんでまあこの装着のねこの感じとかもすごい重要なポイントだと思いますので、これも見ていきますか。これ一応カバークロストエアっていうね、前紹介した極薄のやつまだ使っておりまして、2ヶ月ぐらい経ったかな、全然まだ大丈夫。なんか薄いやつってなんかふがふがってなんかなりやすいんですけどね、なんか経年劣化とか起きやすいイメージあったんですけど、今のところ大丈夫でございます。ちょっと言ってますね、ケースの上からですけど一旦。はーい、待てお前、まさかとは思うけどバッテリーないかもしれんこやつ今ちょっと待ってください。ちなみにこのバッテリー容量のどんだけあるんだろうみたいな試す手段ないみたいで、くっつけたらね分かるらしいんですけどね。ほんでこっちちょっとアンカーさんの方ちょっとやらせてください。
あ、すげえ。来た。あ、充電入りましたね、充電。ちなみにこのどの速度でこのマグセーフ充電のできるのかっていうと、アンカーさん 5W に対してこっちもね、なんと 5W らしいんですよ。少なって。もともとのこのマグセーフのこの充電だと確か 15W かなり多い。単純計算3倍の速度でこっちだと充電することができるし、なんなら直つなぎが一番早いということでございます。直つなぎ、ライトニングが一番早いし一番効率がいい。無接点充電の時点でやっぱこれ発熱しやすいので、お互いに寿命を縮めることにはなるので、有線接続が一番いいです。本来いかないんだね。うんならちょっとね、今回のこちらの最新機能ということでは、はい、ライトニングでね、これ充電するようになってるんですけど、よいしょ。なかなかタイプ C にしてくれないね。はい、うんならこれちょっと接続します。それで、はい、オレンジになって充電が開始されましたと、はい、いう感じになります。 14.7アップデート忘れた。マグセーフバッテリーパックへの対応だってさ。はい、完了です。これでいけるはず。行きますね。充電もされてたんかもしれん。あ、来た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 。ん？いや、今インストールしたけど、あれ？ん？ん？落ちたぞ。なんか落ちたぞ。再起動かかるんか？大丈夫ですか？ん？あ、再起動かかった。あー、よかった。はい、アップデート完了でーす。結構時間かかりました。なんか5分10分ぐらいかかった気がするな。はい、というわけで、お、今ウィジェット追加したんだけど、じゃじゃーんとこんな感じで分かるようになってます。 Apple Watch とかなんとかみたいな。あー、これで4つ分綺麗に。あとは、はい、 AirPods もね、なくさない。これなくさないってつけてない方のもう1個はなくしましたと。まあでもこれでようやく4つ。だからこれ4つ埋めたい人は間違いなくこれを入手しないといけないといった感じ。わあ、なるほど。ほんでね、今回のこちらの特殊能力としては、これさっき言ったかな、こうやって今充電入ってるでしょ。充電入った時にこう乗せることで、これ充電しながら、この本体をね、これを充電しながら iPhone のこの充電も可能で、そうなってくると 15W で充電することができるということで、今ね、これと同等ですよ。もうこれと同等の速度で充電ができてしまうっていうのがポイントです。これいいよね。まあ、アンカーだとこれも 5W で、まあ、モバイルバッテリーのこの使用上どうしても多いので、確か 7.5W ってやつがあったと思うんですけど、そこら辺が限界で、発熱が多いとかなんかの理由で結構厳しいらしいんですよね。だからこれ単体で 15W 厳しいから、まあここら辺でお願いよっていうのがあるみたいなんですけど、なぜこれ挿すと 15W はね、発熱の関係でいけるんだっていうのはあるんだけどさ、これはね、嬉しいポイントではあるんじゃないのかなと思います。ほんで、これのインプットのワット数なんだけど、マックスがね、確か 9V の 3A って書いてあるんで、9327で 27W ぐらいで充電できてるんじゃないのかなって、この本体自体はね。ほんでこう繋いでると 15W でこいつを充電することもできてしまうっていう。ただ速度が求められるかっていうとそうでもなく、多分ね、これつけっぱなしでやるもんなんじゃないのかなって、基本的にね。だからまあ 5W ぐらいで勘弁してよっていう、安全性とか見てね。モバイルバッテリーとかのやつだとね、結構昔に買ったこういうね、アンカーでもこのアップルでもない、なんかどっかようわからんメーカーのやつはね、昔から結構やってて、まあ、危険性がね、多少なりはあるとは思うんだけども、やっぱ安くて、いろいろね、これなんかケーブルまでついちゃってるからね。安くて便利なのは、ようわからんメーカーのやつになってくるんだけども、やっぱね、高価なやつを使うので、まあ、ある程度のね、この安心感があるやつを使いたいっていうのが、人間なんじゃないでしょうか、という感じでございます。まあ、ただこの、くっつき具合どうなんだろうね。あ、全然違うわ。もう一個いい点見つけました。このアンカーのやつね、こう、うーんって、まあ、まあ、ある程度くっつくんだけど、こっち、強えわ。全然はまれない。ちょっと磁力がね、やや強め、純正の方が。こっちは結構ね、滑っていくので、このまんまの運用、これ持って、なんか、電話したりとか、ね、ちょっと危険な感じはあるんだけど、すぐ取れるからある程度。でもこれもうつけながら使ってねと言わんばかりにすげえ、あ、しかも分かりやすいね。こうつけた時に最初にペロンって出てくんだわ。こうやって今何%ですよみたいな。あ、いいかもね。
まあ、簡単にちょっと紹介しましたけども、いかがだったでしょうか。くっつきの良さはもう間違いなくこっちということで、まあ、ただね、容量自体はまあこっちもそうなんだけど、決してめちゃめちゃ多いってわけじゃない。ちょっと補助的なもんだね。あー、ちょっと一日ちょっと持たないんだよな、夕方ぐらいからみたいな時にこれ一個あることで、そこら辺は解消されるんじゃないのかなと思います。またね、そういったあともうちょっとみたいな感じで言うと、大きさ的にもやっぱこのアップル製品のやつはね、ちょっと薄かったりとか、このくっつきが強かったりとかでね、そこら辺の安心感はすごいあると思う。ただネックになるのはやはり価格になってくるので、まあ、一般的にはね、こっちで全然妥協していいとは思うんですけども、まあそこら辺は気にしないよっていう方であればね、これおすすめかと思います。はい、というわけで本日はこんなとこで、マグセーフバッテリーパックのご紹介でございました。バイビー。